収入としてこれから熱いなと思ってる事業ってどこ？収入として熱いってどういうこと、はい、インカムゲインというか稼ぎがこうこの事業が入ってきやすくなってくるだろうなみたいな。それは何？俺にとって、はい、あの今いろんなメルマガだったりそういうの全然考えてないの。儲けるとかどうだっていいじゃん僕らちょっと儲けることばっかり考えちゃうんで、うん、なんで儲けることばっか考えちゃうの？なんかお金を儲けてどうすんの？ちょっとお金を持った後どんな世界があるのか見てみたいっていう。堀さんが普段なんかおっしゃってるところを拝見してると、なんかお金よりもなんか例えば行動よく、お金よりもとかじゃなくて、全てお金の軸に君たちは支配されすぎなんだよ。なるほどですね。お金よりもとかっていう時点でお金と比較してんじゃん、はい、意味が分かんない、理解ができない。俺そんな風に考えたことないから。だから全部稼ぎに、結果稼げるとか、はい、お金を持ったらどうなるとか、持ったら最強とかって思ってんでしょ？思ってます、ね、そんなわけねえじゃんバカ。そんなわけねえじゃんバカ。金持ったら何でもできると思ってるわけ、はい、バカかお前、はい、そんな簡単じゃねえよ。テンパったマジで。用意した質問もう最初からもう全部全否定だったもん